君の可愛らしい笑顔にぴったりの花を選んでみたんだけど、受け取ってくれるかな。どうしたの？そんなに硬くならなくても大丈夫だよ。って言っても、俺もここ初めて来るんだけど。でも普通のショップと変わらないと思うし、気軽に見て回っても大丈夫だよ。私服なんだし気軽に選んで。君が選んだものならどんな服でも着こなしてみせるよ。うん、全然余裕。うん、俺もこれ好きかも。君って俺のことよく見てるね。どれも俺好み。それって君がいつも俺を気にしてくれてる証拠だから。でも興味がなかったら気をつけて見ないでしょ。候補が決まったし、全部一度試着してみていい？どうかな。こっちはどう？
じゃあこれは？全部買ってもいいけど、やっぱりこれっていうコーディネートを決めたいな。そうだな。デートするときに着てほしい服なんてどう？わかった。じゃあそれにする。君とのデートの服はこれで決まり。お、いや。よかった。じゃあ次はデートで決定だから、そのつもりでいて。だって嫌じゃないって言ってくれたから。とびっきりのデートコース考えておくから、期待してね。